スリーブドローバルリーグ戦2016第7戦松山市総合コミュニティセンター
ファイファイヘッドオンここを根底から全てひっくり返す。そうだから全て俺たちの話、俺の言ってることの話。そうだ、プロレスリングのはてめえらこの勢いでこの世から消えてなくなれ。鈴木が一番今やってる
グローリーグ、ここで俺は必ず勝って、またさらに新しい光を皆さん一人ずつにお見せしたいと思います。皆さんどうぞ、これからもプロレスリングノア、そして新しい中島勝彦、どうぞよろしくお願いします。どうもした。地方に出るたび、試合をするたびに、あのベルトの重みを感じるし、だから、まあそのベルト、まあベルトが俺のところに来たっていうのは、まあベルトが俺を期待してくれると思うし、俺はそれに応えていくつもりなんで、まあそういう意味ではこの地方のね、この時間でベルトとはかなり相性は良くなったんじゃないかなと思います。